神の木部ざいは、京都市右京区佐賀の神の木町にある神社。なお、神の木神社とも称されることもある。社殿によれば、304年前に、山城国く野の群田村の将や、えびな商左門が、比叡山の無道寺から授けられた木造を家宝として祀っていたところ、その時代の商左門の夢枕に、部ざ店が現れ、木造の指が三本折れたという。 これを払い清めた後に修復し祀っていたが、その後当地に遷座した時に再び夢枕に、部財店が現れたため、神の木村在住の安井千之助の尽力と地主、北村利一郎が私有地を寄進したことにより、1889年秋に神の木別財店として、この木造を採取する場所としたという。その後、大正年代には神の基地人を合志し、現在に至る。 境内は小さな祠が樹齢300年長とされる高さ20メートルの絵の木の大木3本に囲まれており、この木は右京区民の誇りの木に指定されていた。しかし、2017年10月23日の台風21号の影響によって、1本が仙土川へ根元から倒木して、祠の前にあった石鳥居と木製の赤鳥居が破損し、 嵐山本線がしばらく運休となった。2018年2月現在では大木はすべて刈り取られており、鳥居は破損したままとなっている。ありがとうございます。